は12時になりました。シエステミタン FM ランチ眼中チャレンジ、毎週さまざまなゲストをお招きして健康になるための秘訣をお届けしております。どうぞ1時間お付き合いください。皆さんこんにちは。毎週火曜日のシエスタミタン FM ランチ眼中チャレンジがやってまいりました。お元気でしたか？ねえ、台風も過ぎて今日はすごく綺麗な青空が広がっている、そんなスタジオからね、本日も生放送でお届けしていきますのでね、ぜひ1時間あなたの健康を考えるためにもこの番組聞いていってください。よろしくお願いします。さあ本日お相手しますのはね、あなたの健康づくりを応援しておりますパーソナリティ千葉なその子です。まあ毎度毎度毎週火曜日このセリフ言ってますけどもね、果たして自分が健康かどうかって言われるとちょっと最近疑問に思うところはあるんですがね、この番組をやることで私も健康にね対してすごく意識を持つようになっております。なのでラジオを聞いている皆さんもきっとそうあってほしいなと思っているわけなんですけどもね、どうぞ1時間よろしくお願いします。さあ皆さん、週末ね台風すごかったですけども、それが過ぎるとね皆さんお掃除てんやわんやだったんじゃないかなと思います。だいぶ落ち着いてね、この週が明けて月曜日火曜日と本日となっているわけなんですけども、天気もね回復してきました。今日はすごく気持ちいい青空が広がっております。早速沖縄気象台の天気予報をお伝えいたしましょう。沖縄気象台11時の発表になります。沖縄本島地方や大東島地方は高気圧に覆われて晴れていますけども、先島諸島は南からの湿った空気の影響で曇っており、ところどころで雨が降っております。
とはいえ沖縄本島中南部地方の天気は晴れとなっておりますね。気持ちいい青空、いやいいですね、夏っていう感じはしますけども、この台風でね汚れたお家のねこう拭いた雑巾とか今日も綺麗に洗って綺麗に干してる方きっといらっしゃるんでしょうね。さあこの後の降水確率、夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時にかけても 10% となっております。雨の心配はさほどなさそうですね。はい、日中の最高気温は32度となっております。熱中症くれぐれもご注意ください。風が南東の風、波の高さが 1.5 メートルとなっております。先ほども言いましたけども、沖縄地方ね高気圧に覆われております。なのでね晴れますけども、まあ先島諸島の方では湿った空気の影響でところによりにわか雨というふうにも出ておりますけども、まあ本島中南部地方にわか雨の心配は今日はないんじゃないかなと私は勝手に思っております。私の勝手な思い込みなんですけどもね。そして沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょうとあります。船舶ご利用の方、沿岸ご利用の方、波の方にも十分ご注意ください。以上本日のお天気をお伝えいたしました。さあこれだけね青空が広がるとね、ラジオを聞きながらこうドライブっていうのもいいですよね。そしてまあね畑作業なさってる方も今日は結構多いんじゃないかなと思います。そういう時 FM 読谷チャンネル合わせてね一日楽しい番組お届けしてますのでお付き合いくださいね。さあこの前半部分はやっぱりね読谷村役場からこの方が登場していろいろ情報をお届けします。はい、皆さんこんにちは。読谷村役場健康環境課からやってまいりました与那覇ゆうきです。よろしくお願いします。はい、ゆうきさんよろしくお願いします。はい、最近もうね定番になってきましたね前半の部分。そうですね、ね嬉しい。なのでね、はい、私思ったんです。はい、このコーナー作っちゃいました。ゆうきのお願いちょっと悪ふざけなんか今日エコーなんかかけちゃってみたんですけどもね。素敵です、ありがとうございます。でもやっぱりね街でね、街でって変ですけど買い物とかしてるとね、あその子さんっていうお声掛けいただくんですよ。もちろんゲストに入っていただいた方とかね、またラジオ聞いてますよっていう方から、うん、ゆうきのお願いコーナー聞きやすいんですって嬉しいって言ってました。嬉しい、ありがとうございます。あれですよ、男性じゃなくて女性から言われるんですよ。 ありがとうございます、女性の皆さんゆうきファンが増えるかもしれない。はい、素敵です ね、 ね、いいですよね。さあ、はい、ゆうきさん、まあ、話は戻しましょうか。はい、はい、本日お知らせすることがいくつかありますかね。はい、そうですね、今日もまた特定健診そして婦人がん健診についてお知らせしていきたいと思います。はい、はい、特定健診ですね、去った日曜日台風後にですね、集団健診を行ったんですが、はい、やっぱりちょっと台風の影響もありまして、思った予想よりはちょっと低い参加率になってしまったんですが、はい、台風後でもご来場して参加していただいた皆さん、うんうん、本当にありがとうございました。ね、ありがとうございました。はい、ね、ご苦労様ですよね本当多分日曜日って皆さんこの台風のお片付けに そっちの方にね、うん、やっぱり集中してしまったのかな、ね、はい、はい、ですけどもまあしょうがない、うんうん、過ぎたことはしょうがない。そうですね、はいはい、まだあと1回集団検診残っておりますので、うん、ちょっと日曜日参加できなかった方はですね、うん、そちらの方に参加ください。次の集団検診は10月23日日曜日、受付時間が午前8時半から11時まで、そして午後1時から3時までとなっております。場所の方が文化センターですね、うん、大鳥ホールの隣の文化センターになっておりますので、はい、皆さんぜひそちらにお越しください。で、検診には、うん、保険証とですね受診券が必ず必要となりますので、はい、今日ご自宅にいらっしゃる方もしくはね後ほどご自宅に帰られる方は受診券の確認お願いいたします。チェックね忘れずによろしくお願いします。はい、まあねちょっと先なんですよね、10月っていうのが一瞬忘れそうになりそう。そうですね、なんだけども、うん、この毎週火曜日のこのコーナー、ゆうきのお願いのコーナーで毎回声かけていきますのでね、はい、もうこの10月23日ってもうねなんか寝言で言ってしまいそうなぐらい私たち伝えていきましょう。そうですね、だってもうこれが本当の最後ですもんね。
集団特定健診が残りあと1回なんです。皆さん、はいね、これ無料で受けられるあなたの健康診断ですからね。そうですね。こんなのを利用しないでどうするんですかと思わず言いたくなりますからね、はい、うっかり受けられてない方もう今度は10月の23日ちょっと先になってしまいますけどもね、うん、私たちどんどん発信していきますので、近くなったらもうしつこいぐらいも言いますのでね、はい、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう残り1回あっという間でしたね。そうです ね、 ね、でもあの前回の部分でもね受けられてる方が少ないということなので気になるんですけども、うん、これって受け忘れちゃったっていう人結構いると思うんですよ。そうですね、実は受け忘れたっていう方、うん、もしくはあの病院に通院されているので、うん、あの検診は必要ないかなっていう方が多いんですが、はい、あの病院でも個別であの特定検診受けることができますので、ぜひ受診券をね、うん、あのお持ちの上、うん、かかりつけの病院でぜひ受けられてください、はい、そんな以外の病院で可能です、うん、でも県立病院はすいませんあのできないんですが、うん、もしかかりつけの病院がございましたらまずはそちらの方にお問い合わせいただいて、うん、可能であればそちらの方で受けてください。はい、この、個別特定検診が受けられる医療機関が村内には 2,4,6,7 箇所かな、はい、今紹介があるんですけど、これ、紹介いただけますか。はい、そうですね、はい、はい、まず金山内科クリニック、玉木ファミリークリニック、中曽根内科、松島クリニック、闇タンクリニック、読谷村診療所、ライフケアクリニック長浜となっております。はいね、このようにもうあの、特定健康、健康診断のねあの冊子もこれも各世帯に実は配られてはいるんですよね。そうですね、なのでこれにね詳しい情報は載ってるんですけども、もしかしたらもうなくなったかもしれない、そういう方いらっしゃったら、まあ、あのお問い合わせ全然問題ありません。電話番号紹介しましょうか。はい、お問い合わせは健康環境課982-9211 982-9211 までお問い合わせください。はい、よろしくお願いします、はい、そこでゆうきさんが優しく教えていただけるのかしら。はい、手取り足取りあら すごいね、手取り足取り教えて、まあどうせなら運動まで教えて。そうです ね、運動大好きなんで、はい、ね、あのゆうきさんは運動好きだということなんですけども、はい、ここでちょっと個人的な質問していきましょう、時間があるのでね、はい、あのゆうきさん若いじゃないですか。そうです ね、周りの方々ってどうですか、健康的な生活とかなさってます、友達とかって。あ、私の周りはですね、うん、結構運動が大好きな子がいっぱいいて、うん、あのビーチバレーをしたりですね、マラソンをしたりウォーキングをしたりですね、あと海に行くのが大好きな友達が多いんですよ。サーフィンとかってこと。サーフィンも、はい、女の子も男の子もサーフィン大好きでですね、うん、私はまだ一度もトライしたことないんですけど、うん、今年はちょっとトライしたいんですけど、もうすぐ夏が終わってしまうっていういやいや、まだまだこれから間に合いますかね。間に合いますね、はい、やっぱりあのなレジャーとしてのスポーツもね、やっぱ健康づくりの一つにつながるかなと私は思うんですやっぱり ね、 そうですね、特に沖縄なんて海がねこうありますから、マリンスポーツ、マリンレジャー、うん、そういうのでもねやっぱりあの体を動かすっていうのはいいかなと思いますよね。まあでもただしね、沖縄の女性日焼けが嫌だってそうかなんですよ言う人が多いんですよ、うん、そういう時がね、海は行きたくないとかマラソンしたくないとかいう人いるかもしれません、そういう場合は私おすすめしたいのは、はい、読谷村健康増進センター。素晴らしい、ここはいいんですよ。だってさ、ね、ジョギングとかさ、あの炎天下の下で走るよりはあそこにルームラン、ランナーがあるんですよ。そうですよね、それも、ね、うん、合計ラン用で4台かな、でウォーキング用で2台という風に分かれて使えるようになってますので、あとねプールもありますから、そうそうそう、親子でぜひねご利用いただきたいなと思います。この夏だからこそ、そう夏だからこそ、うんね、皆さん一緒に体を動かして健康になりましょう。なりましょうゆうきさん、ぜひまた一緒にね増進センターも行きましょうね。あ、ぜひよろしくお願いしますはい、今日は読谷村役場から、健康環境課からこの方でした。はい、柳葉ゆうきがお届けしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。システミタン FM ランチ眼中チャレンジ、この番組は読谷村健康づくり推進協議会、
読谷村役場健康環境課の提供でお送りしていきます。それでは CM を挟んで早速本日のゲストの方々をお呼びしたいと思います。チャンネルはそのままでお待ちください。FM 読谷より生放送でお届けしておりますシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジということでね、はい、毎回健康づくりを意識なさっている方、それに携わっている方などね、こう多方面からいろんな方をね本当にゲストにお呼びしております。4月からスタートして本当にたくさんの方々と私出会えて光栄ですよ。本当にありがとうございます。さあ、ラジオを聞いている皆さんにもね、ぜひ健康である喜びを実感していただきながら、こう健康に対してね一度ちょっと考えてほしい、そういう番組となっておりますのでね、この1時間あなたの健康をちょっと意識して考えてみてください。よろしくお願いいたします。そこでね、私一人で喋ってもしょうがないので、ここはやっぱりゲストの方をね招待して いろいろねゲストの方とお話ししながら、新しい健康づくりとかそういうことを発見できればいいかなというふうに思っております。ぜひお付き合いください。さあ、本日第2週目ということで、医療機関また産業団体など団体の方からね、いろいろ、ゲストの方をお呼びしてるんですけども、本日ゲストにお呼びしたのは子育てサークルに所属しているお母様方ということでね、若いパワーを感じていただきたいと思います。それでは早速自己紹介お願いしましょうね。はい、読谷村木名から来ました、中んだかり美智子です。はい、中んだかり美智子さん。そしてもう一方、はい、ザキミの方から来ました大城里奈です。はい、大城里奈さん。そしてちびっこちゃんがいるんだよね、これ。よいしょ、はい、お母さん、はい、お名前なんでしょう。セレナです。はい、大城セレナちゃんということで、何歳かな。3歳です。もうすぐ3歳。3歳、はい、本当お話上手だもんね。さっきお話いっぱいしたから、後でちょっとお声じゃあラジオに乗っけちゃおうかな。、ね、今ちょっとだけおとなしくできますか。はい、はい、ということで目で合図していただきます。さあ早速ね、中んだかりさんと大城さん、よろしくお願いいたします。若干緊張しますよね、はい、若干どころじゃないですよね。ラジオなのでがっつり喋ってもらって問題ないので、はい、よろしくお願いします。さあ今回ね、このお二方を、ゲストにお招きしたのは、子育てサークルに所属して、子供のね、子育ての話とかをしながらママさん同士で仲良くなさって集まってるということなんですけども、何かこう場所とか決まってこう集まったりなさってるんですか。はい、場所は、うん、戸屋の方の、読谷皮膚科の向かいになります。はいはい、集いの広場っていう名前で、うん、はい、集いの広場って、はい、あれですね、平屋建てのこう壁に
絵が描かれてるお家ですよね、はいはい、あちらでこう集まって、はい、いろんなお母さんたちと交流を保ってるという、はい、ちなみにこの今お二人が所属してる子育てサークルっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？いつも来てるメンバーで、うん、お母さんだけで5、6人、子供合わせて10人ぐらいは来ますね。はい、結構じゃあいらっしゃるんですね、はい、子供も寂しくないし、お母さんたちもね、ストレス、はいはい、たまんないですよね、はい、お母さん同士でいろいろ情報交換できるってことはね、はい、これちなみに何曜日とか決まってるんですか？月曜日から金曜日、うん、10時から3時までそこの施設を利用できて、うん、みんな自由に行き来、もう、うん、その日に時間があればこう行って、はい、今日も来たみたいな、はい、そういう感じで、あ、いいですよね。ちなみに、うん、そちらにお弁当持っていけばお昼もみんなで食べれるので、へえ、はい、そうなんだ。その時にこれどうやって作ったのとお弁当のメニューを聞き合ったりとか、情報交換ですね、うん、いいですね、はい、だってごめんなさいね、大城さんと中田香里さん、はい、お子さんそれぞれ何人いらっしゃるんですか？私は上の子5歳で、うん、こっち今一緒に来てるか3歳で、また今お腹にあらもう一人います大城さんね、はい、今3人目をご解任中ということでね、はい、もう体調管理しっかりなさらないと大変ですよね、はい、ちょっと耳が痛いそんなこと、ね、大城さんは、もうすぐ3人のお母さんになるということなんですけども、中田香里さんは私は男の子2人で、うん、6歳と3歳の子がいます。あら、男の子、やんちゃな男の子2人、はい、うちと一緒だ大変ですよね、はい、で幼稚園とか保育園に通ってらっしゃるんでしょうかね。はい、そうです。あ、じゃあもうこの子育てサークルのみんなで集まって、このお弁当のメニューとか、はい、あとこの生活のスタイルとかいろいろ話し合って、はい、なんか改善できることとか教えてあげられることとかそれぞれできるわけですよね。そうですね。 ありがたい。はい、とてもありがたい。地元の方じゃないんですよね、中田香里さんはね、はい、那覇の方からお嫁にいらっしゃるということなので、はい、結構最初は戸惑いますよね。そうですね。違う地域で生活するっていうのは、うん、この子育てサークルには加入してどれぐらいになるんですか？もう4年ぐらいは。あ、4年ぐらい経ってる、はい、でもこれがあることでだいぶ違いました、はい、違います。やっぱりそこでママ友達っていうか、うん、お友達ともたくさんできましたし、うん、子供もやっぱ兄弟だけで遊ぶよりも、ね、他の子と遊んだ方が、うん、喧嘩しながらいろんなことを学んでって。そうですよね、まあ、もうこの子育てサークルじゃありがたいですね、はい、やっぱり女の人って、ね、よそからお嫁に来て知らないところで生活するっていうのはすごく不安な、ね、皆さんそういうふうにお持ちになっていくけど、こうやって子供を通してね、つながっていくっていうのは本当にすごい、なんだろう、ママ友って絆結構強いですよね、はい、そういう意味ではね、小学校、自分のね、同い年の学校の一緒の友達とかみんなバラバラになっていくじゃないですか、それだけどもやっぱり地元にこう暮らしててママ友ができて、同じ子供の成長過程を見ていくと本当に絆ってすごくなってきますよね、うん、ママ友ってね、はい、ありがたいね。こういうふうにやっぱユミタンソンもね、この子育てサークルなどがあって、うん、それぞれの悩み事とかも解決していく。そして、まあ、この番組健康づくり応援番組なもんですからねここから健康の話にちょっと持っていきたいなと思うんですけども、よくそういうサークルの中でも健康についてお話とかっていうのは出ますか？あまり出ない？出ますね。あ、出る？最近、うん、お母さんたち結構、気使ってます、ね、食事感じ、また、子供たちの早寝早起きとかも気使ってます、ね、そういう話は出るんですよね、はい、でもやっぱり子供とか親の話で自分自身の健康に関してあまり出てこない、はい、やっぱり若いからねそうなんですよ、皆さん若い人ってね、自分の健康をあまりこう意識はしない。そして特に子供を産んでしまったお母さんっていうのは子供にね、うん、はい、もう集中して目がいっちゃうから、自分の体はもうほっといてっていうような感じになっちゃうんですけども、はいはい、でもね、やっぱり普段から健康でいなきゃダメですよね、はい、そう思う人、は
はい、ね、やっぱりね大事なお子さんたちがいらっしゃるということでお母さんが元気じゃなきゃねやっぱまずいですよね。じゃあちなみに聞きますけど、じゃあ先に大城さんから聞きますけど、はい、大城さんの健康感、あ、私って健康だなと思った瞬間とか、健康だよねって改めて感じた時ってどんな時があります？健康とは、うん、いつも笑顔でいられることですかね。笑っていられること、ね、だってお母さんは家庭の太陽だもんね。よく言いますよね、お母さんが笑ってる家庭はみんな健康でいられるって言いますからね。ちなみに実践できてますおしろさん？怒ってますね。怒ってる？でも、はい、まあ怒ることもねやっぱりこの子供に対してはね教育の一つですからね、はい、でも常に笑っていたい、笑っていられるのが健康の証かなというふうに思ってるということなんですけど、はい、あと先ほど聞いたところによると、あのご実家がねあの、はい、農業の方なので、はいはい、体を動かしてる人って健康だなって思うというふうにあったんですけども、はい、まだ働いてる人、うんね、お父さんね、ご実家の方でまだ現役で、はいね、やってらっしゃる、お父さんたち健康な感じします？見てて健康ですね。また食べるものもまた自分たちで作ったものなので、うん、健康になりますね。やっぱりね無意識でも健康、そう、そうでしょうね。あの普通に何だろう、あの体を普段から動かしてる人とデスクワークでね動かさない人ではやっぱり体力の違いは出てくるんでしょうね、はい、そういう風にやっぱ見えちゃいますもんね、はい、はあ、そっか。じゃあちなみに中んだかりさんにも聞いていきましょう。中んだかりさん、はい、自分が健康だなと思った瞬間っていつですかね？眠ってる時ですね。寝起きがすっきり起きられた時に。あ、本当よく眠れます？はい、よく。なん夜はちなみに何時ぐらいに寝るんですか？私は10時ぐらいに。あ、お子さん寝かしつけながらそのまま、あ、子供は8時には寝かすようにはしてるんですけど、うん、その後は自分の時間を楽しんだ後、あら10時になんか素敵ですね。なんか時間にゆとりのあるお母さんって感じがしましたね。いいですね、子供を寝かしつけた後に自分の好きな時間を持って、はい、それで納得できてコトッと寝ちゃうんだ。はい、で朝とかは朝早いですか？朝は長男がもう6時に起きてくるので、うん、はあ、健康的、一緒に起こされるというような感じで、あ、本当じゃあ早寝早起きが実践できてるわけですね。まあこれで寝をもうパッと目が覚める、はい、あ、だるとかいうのない？まあ、ないですね。あらあらら、それ健康だと思う。なんかね、あのほら翌日の疲れがね取れないとやっぱり寝起きって、はい、大城さんいかがですか？寝起きはいい方ですか？悪いですね。やっぱりあれだよね、子供がちっちゃいうちはね体力使いますからね、お母さんたちは。もう今ねこのスタジオにいるねセレナちゃんがね、ママこれ何、ママこれ何ってねすごい本領発揮中。もう2歳3歳の子供、この時期が一番なんだろうね、ちびっこギャングって言われるね年頃ですからね、もう楽しいんでしょうね。スタジオの機械とかねぬいぐるみとか超触りまくってね、お母さんに一生懸命お話ししてるんですけども、お母さん今ラジオだから必死ですよ。まあしょうがないね、はい、じゃあお二人はまあ今ご自身のことは健康だと思ってらっしゃいます？はい、はい、思ってる。まあでもね、あの自分で意識して健康だと思ってれば、まあそういうふうにおのずとこう行動もそういうふうになってるんだと思うので、そういう考え方ってすごく大事だと思うんですよ。私って不健康だわってね、若いうちから言われたらえっていうふうになっちゃいますから、まあこの後ね、あのもう少しちょっと CM が挟んじゃうんですけども、 CM を挟んでね、このお二人がこういろいろ健康に対してね考えてることもあるんですけども、やっぱり子を持つ親としてね、こう妊娠中の話であったりとか、あとまあ子供のね健康に関して、またご主人とか、あとお父さんお母さん、そういう周りのね健康に対してどういうふうに考えているかっていうのもちょっとお伺いしたいので、この後もぜひお付き合いいただきたいと思います。さあ一旦 CM を挟みましてね、皆さんにまたいろいろお話を進めていきますので、ぜひチャンネル変えないで聞いててくださいね。
は12時30分を回りました。 FM 読谷より生放送でお届けしておりますシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジなんですけどもね、あのこの番組ラジオは当然なんですけども、インターネットで動画の方もね配信してるんですよ。まあご存知の方多いですよね。はい、なので今日はね、あの若いお母さん2人と可愛いレイナちゃんがね顔だけ映ってる。やっぱりね身長がちっちゃいからね、どうしてもね顔しか出てこないんですけど、ちょっと持ち上げて写してあげましょうね。レイナちゃんは私の膝の上にいますよ。 DJ のお席に座って楽しいですか？楽しい？うん、うん、うんということでねお声もらいました。ありがとうございます。さあね、この後もねあのゲストの大城さんと中んだかりさんとお話を進めていきたいんですけども、はい、お二人よろしくお願いしますね。はい、はい、まあ先ほど言いました、あのお二人はねお子さんをお持ちのお母さんということなので、健康に対していろいろ考えてはいるんだと思いますけども、一番実感できたのが妊娠中じゃないかなと私は思うんですよ。私もやっぱり子を持つ親ですからね、妊娠中すごく意識してね、うん、食事のこととか、はい、環境のこととか考えましたよね。はい、ねやっぱり一番怖いのは中毒症、うん、妊娠中毒症ということで、うん、太りすぎりはダメとか塩分の取りすぎはダメとか、はい、いろいろ制限あったじゃないですか。うん、お二人のこのマタニティライフっていうのはどうだったかなと思ってお伺いしたいんですけども、うん、大城さんはちなみに今3人目ということですけども、はい、過去2人の妊娠のうち何か引っかかったりとかしましたか？そうですね、最初の頃の時が貧血がひどくて。あ、1人目？そうですね。あ、じゃあ初めての妊娠で貧血、はい、軽症？結構重かった？そうですね、倒れたりしましたね。一回は倒れましたね。あら、初めての妊娠で倒れたらビビったでしょ、それ。びっくりしましたね。そうですよね、慌てて病院に行って、はい、あ、そしたらやっぱり貧血だという診断 で、ね、やっぱ手伝い出されました。そうですね、その時にうわーと思いました。やっぱり何か食生活改善しなきゃとか、はいはい、そういう感じで、はい、レバーとか。レバーは無理なので嫌いなのでほうれん草とひじきで頑張りました。そうか、それをいっぱい食べて、はい、鉄剤とで改善できました？なんとか。あ、やっぱりねこの産婦人科の先生の指導もあって、ね、ちゃんとね改善できたということで、はい、その後は特に2人目は、それ中心に取ってたので大丈夫です。あ、本当やっぱり一人目で学習したっていうこと、はい、ここなんですよ。学習して実践できるかどうか、そこがねやっぱり健康づくりもそこにつながってると思うんですよ。うん、じゃあそれ以外貧血以外は問題なく、はい、あ、ね、よかったですね。ね、あの大城さんも今妊娠何ヶ月ですか？まあ6ヶ月の半ばです。うん、でもね細くて妊婦に見えないんですよ。私自己申告されるまで妊婦だと分からなくてですねびっくりしたんですけど、でもこの細さなら中毒症の心配はねなさそうですけども、じゃあ続いて中んだかりさん、男の子2人、はい、がっつり産んだということで、はい、妊娠中いかがでしたか？私はもう体重制限を受けて、うん、もう結構頑張りました。あ、本当？1人目の時は何キロ増ぐらいで？1人目の時は、うん、結構歩いたりもして頑張ってたので、うん、8キロぐらいまでで理想的ですね。できたんですけど、うん、2人目は13キロ。おっと来ました。はい、ちょっと慣れて、はい、ちょっとでもあれですよね、よく言うところでは2人目は腹が伸びるという言い訳が、うん、よくありますそれを信じて実践しちゃったわけですね。はい、でも、まあ、13キロギリギリセーフのラインかなと思いますけど、うん、その時中毒症とかそういうことはなくて、はい、数値的には大丈夫だったんですけど、うん、できるだけもう野菜中心を食事をするようにして。あ、やっぱり言われましたか？はい、うん、やっぱりこの妊娠期間中っていうのは意識して食事とかもコントロールしてたんですか、2人は？そうですね、うん、甘いもの控えてとか、うん、我慢、あ、結構我慢します。コーヒーとかもね控えたりとかしなきゃいけないですけども、はい、ある意味妊婦の期間ってね健康的な食事してると思いませんでした？はい、はい、ね、なんか、うん、あの極力こう油物を控えようとか、うん、塩分糖分を控えたりとか、うん、なんか自然素材をこう楽しむような食事みたいな感じになりますもんね。はい、そういう意味ではこの妊娠期間中のお食事をそのまんま離乳食に持っていったりとか、うん、ご家庭に持っていけるとご家族の方も健康でいられるかなっていう感じはします。はい、うん、あの離乳食とかっていうのはやっぱりご自身で子どもたちのも作ってらっしゃったんですか？大体そうですね、うんうんうん、
っと家にいるので離乳食だから、うん、でもこれを作るときもやっぱり楽しかった、はいね、楽しいですよね、離乳食作るのってね、はい、あのほら味がね、あの限られてるじゃないですか、うん、ちなみにこれをどう美味しく食べさせるかっていうあの楽しみみたいなのありましたよね、うんうん、そっか、じゃあもう、うん、まあお二人ともねマタニティライフはもう なんとなく、まあ、健康的ではあるんですよね、あの問題なくね、大きな、症状もなくて済んだということで元気にお子さん生まれたということなんですけども、ちなみに好き嫌いとかはありますか、食事に関して。中中さんあります？私はないですけど、うん、子供はトマトとかは、ね、食べませんね。本当、大城さんは？私がレバーもセロリも嫌いですね。そっか、まあ私も好き嫌いが多いのでね、大城さんと同じジャンルなんですけどもね。でもあの妊娠してなんか食生活なんだろう、好みが変わったとかありませんでした？はい、辛いものが食べたくなって苦手だったんですけど、あ、うん、そうなんだ。好きになりましたね。あ、本当？はい、中中さんは好き嫌いはないということで余計好きになったっていうものとかありました？ツナ缶が。ツナ缶が。ツナ缶がね。ツナ缶が好きになったっていうのもなんか面白いですね。何にでもサラダにもチャンプルーにも使ったり何にでも入れてました、ね、あ、ちなみに聞かせてください、お肉派魚派どっちですか、お二人は？じゃあ魚ですね。大城さん魚、はい、私は肉かな。ちなみにお二人それぞれ肉魚って言ってますけど、ご主人とかはいかがですか？肉じゃないですね、やっぱり男の人は肉、体力使う仕事なので。あ、そっか、肉、はい、じゃあ普段の生活ではお肉関係のお料理が多いとかそういうわけではなく、はい、お野菜？野菜ですね。あ、実家からのお野菜、はい、あ、お野菜。ちなみにあのレイナちゃん、セレナです。あ、ごめんなさい。なんでレイナちゃん？セレナちゃん、あのお野菜好き？うん、何のお野菜好き？玉ねぎが好きなのね。あとお魚も好きって言ってたよね、さっきね、うん、お魚の刺身だったかな。何が好きなの？ヒラメ。贅沢。贅沢。お母さん言わせない。お父さんが聞いててお願いしようと思って。そういうことない。あ、そうなんだ。お魚がね好きっていうことで、セレナちゃんさっきねあのお話もらったんだけど、2歳にしてお刺身が大好きなんですって。なんかすごく健康的だなと思った。この年頃ってなんかもうハンバーグとかね、はい、そっちの方に走りがちなんですけどもね、はい、やっぱりお母さんが意識して、お母さんもお魚が好きだから、そうですね、そういうことでしょうね、きっとね。それを考えるとあれですよね、子供の食生活ってお母さんの影響が大きいということになってきますね。子供が成長するためにね、大事な食事、やっぱりお母さんが管理をしっかりしないとねいけないということになってきたわけなんですけども、今もう離乳食も離れてらっしゃって、はい、お食事はもう大人と同じメニュー、それ家族みんな同じメニューですけども、はいはい、どうですか、あの普段の生活でお料理で面倒くさいこととか何かありますか？正直でいいですよ。極力朝、うん、パン食べない、あんまり、それで朝がね、なるべくご飯、うん、中心、ご飯なので、うん、弱いので大変ですね。お母さんが朝弱いから作るのが、ご飯だとね、やっぱりパンだったら簡単に済んじゃうところはあるんですけど、ご飯だったらお味噌汁とかも作んなきゃいけないですもんね。でも朝のお味噌汁って一番大事なんですって、うん、どんな副菜よりもお味噌汁とご飯さえあれば一日乗り切れるっていう風にね、栄養士の先生から教わったことがあったんですけども、まあね、あの具沢山の味噌汁とか沖縄ね、よく作ります。はい、作ります。それがあればねバッチリですからね。あ、そっか。お子さんたちは今のこう成長過程としては順調ですか？はい、あの特に問題もなく、そうですね、うん、大きな病気もなく、はい、ちょっと喘息が、小児喘息最近前持ってたんですけど、あら、どうなった、こっちが
そうですね。あ、本当小児喘息があったけども、うん、今も治ってだいぶ良くなって、うん、まあこれはね、あの小児喘息は一時期のこの時間で治るとも言いますが、はい、治って良かったね。じゃあね、大変でしたその時期って。そう、夜が大変ですよね。夜が苦しくて眠れないとか、ぜいぜいして、はい、あ、もう泣いちゃって、はい、あ、そういうの見てるとお母さんもちょっと心苦しくて、はい、眠れなくなっちゃいますよね、でも子供の健康にばっかり目を向けてるお母さんお二人自分の健康を改めて考えるっていう機会っていうのはなかなかないですか？あ、もう痛いっていう顔しましたね全く考えないですか？もう検診とかちなみに受けられたりは、子宮がん検診と乳がん検診は受けてきました、うん、受けてきた、はい、はい、あ、よかった。じゃあ中田かりさんはこの集団検診か何かで、はい、あの、役場からの、はい、クーポンが届いてたので、無料の無料クーポン、はい、あ、おめでとうございますありがとうございますよかった、ここにいた使ってる方見つけちゃった大城さんは今ね、ご解任中だから、はい、まあ、そう、病院で、ね、ちゃんと見てもらってるってことで、はい、じゃあ今一番あのあれじゃないですか、自分の健康管理を意識してる頃ですよね、妊婦だから。そのつもりです、ね、だってさっきも言ったように妊娠中は食事のコントロールとか生活の、ね、あり方とかいろいろ考えたり、あと病院にかかってるから血液検査とかもしっかりなさってるわけですよね、はい、尿検査とかね、はいはい、女性はこの時期こそやっぱり、あ、そっか、今私も思いました妊娠中が一番健康かもしれない、はい、その後ですね、お、あの中中でさ、そうですね、はい、産んで後がね、これからは自己管理で自分の健康を考えていかなきゃいけないという、そういうところにやってきてるということなんですけども、はい、じゃあちょっとね、お二人にお伺いしたいんですけども、読谷村、はい、健康の村づくりを今一生懸命進めてるわけなんですけども、お二人から見て読谷村って健康だと思いますか？ですね、はい、思います、思います、はい、ありがとうございます、嬉しいですねと言いましてもね、先ほど役場のね、先ほどの女性のスタッフがいらっしゃったんですけども、一概に言えないと、健康万歳というわけにはいかないんですよって話でしたね、先ほどね、そういう話したんですけども、はいはい、打ち合わせ中。じゃあこのね、読谷村が健康の村になるために何かいい方法ってないかなと、若いお母さんの目線からして何かあれば、中中さん、親子で楽しめる広い公園とかがあればいいかなと思ったんですけど、うん、そうですよ、読谷村意外と広い公園はありますよね、はい、あの残波岬とか、はい、あとセーラー園とかね、うん、最近新聞にも、ね、載ってたんですけども、セーラー園があるんですけども、まだもうちょっと何かが足りない。そうですね、なんかアスレチックとかが大きなのがあったりしたら、うん、みんな体を動かすんじゃないかなと思って。あ、そっか、子供も ね力いっぱい、うん、もう精いっぱい体を動かして遊んで、うん、それについてくるお父さんも渋々、うん、気がついたら思いっきり遊んでるっていう最初はあんなキャスターとか思いながらも、動いてしまえばこっちのもんみたいな感じでね、うん、そう、親子で遊べる遊具がある大きな公園、うん、はい、それあるといいですね。確かに休日のたんびに家族で、うん、あのいろんな時間を、ね、共有できて楽しめますからね。あ、そっか、そういうこともやっぱ子供の目線、子供を考えてるお母さん目線ですよね、うんうん、私も思いますね。でも本当にこの大きな公園で家族でいっぱい遊べるような、そういう場所があるといいかなというふうに考えているということなんですね、うん、皆さんどう思われるでしょうか。大きな公園いくつかありますけど、お使いになったことありますかね。私も、まあ、子供が、まあ、今下が小学校1年生になって大きくなってきたんで、あまり一緒に公園に行きたがらないんですけどね、うん、小さいうちは結構一緒に遊んで回ってたんですけども、うん、まあ、子供連れだけじゃなくてね、うん、大人の方、うん、お年寄りまで一緒にね、うん、遊べるそういう公園がもっと充実できるといいですね、うん、はい、はい、ということでまた一旦 CM を挟ませていただきます。
送りしてきましたシエスタミタン FM ランチガンジューチャレンジということで、略してガンチャレ、はい、ガンチャレね、どうですかお二人出ていただいて、緊張してますまだ、はい、でももう残り8分少々ですよ、あっという間です、でしょ、だって最初ね1時間長いって言ってたんですけど絶対すぐ終わりますからって言ったら、もうあと残り少ないんですけども、さあ先ほどね、あの読谷村が健康の村になるためにということで、中田かりさんからは大きな公園、それも中身の充実した公園があると、大人から子どもまでこうみんなでね体を動かす場所ができるんじゃないかなと、まあ体を動かすイコール健康につながるかなということでした。さあじゃあもう一方のね、大城さんからも何かあれば、はい、うん、実際子供から、うん、お年寄りまでが集う場所、うん、自分たちみたいに集いの広場みたいな場所がもっと増えて、うん、またそこに通うための声かけが、うん、もっと増えたらいいなと思いますね。あ、はいはい、やっぱりね、あの、うん、沖縄は暑いところなので施設としてね、クーラーも効いてて、お弁当持ってきてもご自由にどうぞみたいな、そういう場所でおじおばもテレビも見ながらとかでも子供はおもちゃで遊びながらとか、なんだろう、親戚が集まるようなそういう場所みたいな感じでしょうかね。そういう施設があったら楽しいでしょうし、そこにまた一人で行く勇気がちょっとないという方のためにお声掛けをどんどんして輪を広げていくっていう方法もどうかなっていうことですよね。あ、でもそれもいいですよね、やっぱり地域でお声掛けっていうのは大事ですよね。はい、あの先ほどあの健康の村になるため、あ、健康の村だと思うと二人の方おっしゃっていただいたんですけども、その理由がさっき聞いたところによると、おじいとおばあが元気すごい元気なんですって。やっぱりね、若い方から見ると読谷さんのおじいとおばあは元気なんですって。それも子供を連れて歩いてると声をかけてくださると、はい、嬉しいですね、はいはい、ね、そこでまたコミュニケーションが取れて、近所のあどこどこのおばあだあるってそこからまたね何かつながっていきますからね、そういうおじおばがたくさんいる読谷村、これからも健康の村になってほしいと思いますよね、はい、ね、これからの世代を持って、あの、ね、作ってくれるこの子たちが健康になるためには、うん、お母さんたちも健康でなきゃいけないということで、はい、それぞれ健康のことを考えて意識なさってみてくださいね、はい、まあ大丈夫だと思うけどさあここでね、いつメールが来たので紹介しましょう。はい、いつもいただいてます、ありがとうね、ジャスミン茶さんからです。はい、その子さんこんにちは。職場の健康診断で夏バテダイエットの影響か半年で10キロ減りましたって、すごくないですか、すごい半年で10キロってすごいですよ、あら、はい、しかし今年は猛暑で体力がやばいと思い、食生活の改善で朝は野菜ジュースと納豆ご飯を食べていますが、納豆がだんだん飽きてきたのでパンに納豆を乗せて食べてみました。朝の納豆を食べ始めて体が軽く感じる上、精神的に安定している感じもしていますということなんですね。あ、素晴らしい、はい、やはり健康の基本は食事ではないかと最近思うようになりました。でも納豆飽きたからやばいから、その子さん、ゲストさん、何かいいのないかなということでいただきました。ジャスミン茶さん、ありがとうございます。お二人納豆いかが好きですか？大好きですね。あ、よかった、ここで話が弾みますよちなみにどのように納豆食べてます？毎朝食べてるんですけど、なんか、あ、大城さん毎朝納豆、うん、同じように納豆ご飯、うん、もうそのままご飯かけて、はい、中田かりさんも一緒？私は、キムチを刻んで入れたりとかして、美味しいよね、はい、美味しいあとね、私も納豆すごく好きなんですけども、納豆キムチにチーズ乗っけるとさらにうまいです。そうなんだ。それをトーストするとさらにうまいですよなのでジャスミン茶さん、これ今ねパンにも乗せて食べてましたってことなんですけどもね、ご飯に乗っけてもよし、パンに乗っけてもよし、まあ先ほど言いましたね、中田かりさんが言った納豆キムチ、これもおすすめで、これはご飯に乗っけても美味しいし、はい、あとお酒のつまみにもなるようなね、うん、そういうメニューですからね。あとお刺身とあえても美味しいですよね、うん、キムチ納豆、五色納豆とか言っていろんな、うん、なんだろう、この刺身のね、うん、端っことか売ってるじゃないですか、なんて言うんでしたっけ、はい、あれをね、
キムチとあえて納豆も最後に乗っけて混ぜて食べるとすごく美味しいんですよ、うん、なので、はい、私のおすすめ五色納豆って私よく言ってるんですけど五色の、ね、お魚がいるっていうことで五色納豆おすすめですよ、うん、ぜひお食べください、ね、あっという間もう時間がやってきたわけなんですけども、さあもうここからはね健康に関してのお話はもう置いときましょうせっかくラジオに出たんだから、どうですか FM 読みたん出てみて。癖になりますね本当に本当にまた来ます癖になるということでした。でも1時間あっという間ですよね、はい、こうやって話してみるとまあほとんど私が喋ってるかなって感じはあったんですけども、さすがにねお若い、まあ、20代30代前半のお母様方ということで緊張がねもうピークに来てたということで、うん、本当に不健康な番組お二人には不健康を与えてしまいそうな緊張のねしっぱなしで大変恐縮でしたけどもありがとうございました。じゃあ最後になんですけどもね、お二人にはラジオを聞いている皆様に健康づくり宣言をちょっと発信してもらいたいと思います、はい、ではお願いします、はい、健康づくりはいつも笑顔でいつも楽しく初心忘れずゆいまーるの心で。はい、ありがとうございました。お声を揃えていただきました。これを読んでみていかがですか感想として。うん、やっぱり笑顔っていうキーワードが出てくるのは、ね、大城さんは、はい、ね、うん、自分の健康感いつも笑顔でいられることっていうふうに先ほどね冒頭でありました、うん、そういう意味でもねこの、健康づくり宣言ね言葉がいっぱい入ってるんですけども、うん、伝わりますよ ね、はいはい、ね、そして最後にゆいまーるの心でということで、先ほどもありましたけどもね、いろんな場所に出かける勇気をね、うん、持たない方にお声掛けしていこうっていうね、実践していきたいですよね、はい、そういう意味では、まあね、お二人は今子育てサークルにね入ってらっしゃるからいろんな方々と親しくなさって、またさらに輪が広がるような活動もしていく予定ですか。はい、なんかね、お母さんたちでこう結構バザーとかやったりとかしてるグループもありますか、はい、そちらの方にも参加なさったりとかなさってる、うん、くるくる、はいはい、ね、役場の敷地内とかでバザーとかやってる、うん、はい、そちらの方にも加入、ね、一緒になって活動なさってるということなので、まあ、ご自身の、ね、子育てだけに目を向けるんじゃなくって、うん、それぞれお友達同士で、ね、うん、子育てをしながら楽しい時間を共有しながら、そして自分の健康に対してもこれからまた皆さんとねそういうお話も進めていけたらいいですよね、はいはい、ぜひお二方からもそういうふうにお声掛けなさってみてくださいね、はいはい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、ザキミからお越しの大城さん、はい、そしてキナからお越しの中中里さん、お二人登場していただきました、うん、さあまた来週もねいろんな、どちらからどのゲストが来るかっていうのは楽しみにしていただきたいと思います。さあもうお時間も少なくなってまいりました。冒頭でもお話ししました、集団特定健診ね先になっちゃいます。10月に入ってから残り1回となっておりますのでね、近くなったらまたしつこいぐらいお伝えしますので、受けられてない方ね、病院に行かれてる方もまあそれぞれいらっしゃるかと思いますけども、極力集団特定健診を受けていただきたいと思います。こちらは私からもお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあお送りしてきましたシエスタミタン FM ランチ眼中チャレンジ、そろそろお別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしたいと思います。この番組お相手は私パーソナリティの千葉なその子でした。シエスタミタン FM ランチ眼中チャレンジ、この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康環境課の提供でお送りしてきました。それではまた来週お会いしたいと思います。さようなら。